今回のテーマなんですけど、これからのその日本人、どんどん海外に飛び出していくっていう話なんですけど、これからでもそういうシチュエーションが起こりうるんですか？そうですね、まあ、人工知能が出てくるでしょ、はい、あと、まあ、自動運転が始まったりして、はい、テクノロジーの進化でどんどん仕事がなくなっていくんですよね、うん、で、まあ、仕事なくなっていくことと、あとは、まあ、高齢化社会なんで、うん、まあ、全体の、まあ、経済がシュリンクしていく、うん、どんどん小さくなっていく、まあ、言ってたら椅子取りゲームみたいなもんで、椅子がどんどんなくなっていくわけですよ、うん、マーケットは決まってますもんね。どんどんちっちゃくなっていく中 で、 で人口は働く人口は少ないわけですよ、はい、で仕事がどんどんなくなっていく、うん、ってなると、まあ、取れるオプションとしてはすごい優れた人間で仕事を常に取り続ける人間であるか、どっか他に仕事がある場所を探すしかないわけですよ、まあ、そうなるとどっちかっていうとまだ社会が完全に成熟してない後進国とか発展途上に行くと、うん、もういろんな面においてチャンスを、うん、まだカオスな状態だからそこに、まあ、チャンスがいっぱいあると、うん、その頃には英語に対するハードルももうちょっと下がってるかもしれないですよね。その翻訳とか、うん、翻訳機とかも出てるじゃないですか。まあね、まあ、言語に関しては別にすれば何ともなる、うん、なりますもんね。じゃあ、そうなっていく中で、多分こう定住する人もいればデジタルノマドみたいに移動する人もいたりとか、いろんなパターンがあると思うんですけど、今回ちょっと定住する人のパターンについてちょっと聞いたんですけど、どういう、まあ、暮らし方、働き方があるとか。定住パターンで俺がすごくいいなと思ってるのが、はい、まあ、3つがあって、うん、1つが普通に日系企業に就職するっていうパターンです、うん、でもう一つが、まあ、自分で仕事作っていく、うん、でもう一つが、これ結構おすすめで、仲間でみんなでお金出し合って海外に家を購入すると、うん、でまあコーリビングっていう形で、まあ、賃貸収入を得るっていう方法が。あのね、日系企業で実は結構世界を旅しながら定住するっていうパターンの人がいて、うん、要は一つの国に 3,4 年働く、うん、に大体どこの国行っても日本企業入ってるから、うん、日本商工会議所ってあって、でそこで就職して 3,4 年働いた後他の国に行ってまたそこの国の日本商工会議所行って就職してって言ってしながらいろんな国を渡り歩いてる、サラリーマンの人結構いるのね。じゃあサラリーマンやりながらでも、うん、いろんな世界を見ることができる生き方ですよね、ある意味。そうね、結構多いよ。っていうか多分海外住んでる人のほとんどはそのパターンだと。あ、そうなんですか。メキシコにおいて、俺がメキシコ来た時ね、どこのデータか忘れたけど、日本で個人事業してやってる人の数見たら200人ぐらいしかいなかった、うん、10年ぐらい、うん、でも人口はね、日本人がね、メキシコ人の日本人が1万5000人ぐらい、うん、ってことはあとの1万4800人何してんのって話で、謎です。実はほとんど現地サイドの日本人、日系企業がやってる日本人がほとんど、うん、じゃあなんかこうデジタルノマドばっかりが世界あちこち行ってるっていうわけでもないの。例えばバンコクなんてもう10万人近くいるんじゃないかな。あ、バンコクよく聞きますよね。で、デザインの人もね。一番多いのがアメリカで、アメリカ確か35万人ぐらい、うん、日本人。実は世界には100万人以上の日本人が世界中の日系企業で働いてるっていうのが実情で、うん、でネットで調べてもね、そういう仕事を斡旋する業者だったり、就職先って結構ネットで見つかるから全然敷居が高くない。じゃああともう一つの、そこでビジネスを作るっていう、これはね、初めはすごく難易度が高いんだけど、うん、まあ先にその国に住んでる友達を作ることだね、うん、
特に日本人ね。で、一番やりやすいパターンはやっぱ日本人だからこその強みを生かすビジネスをするっていうのがいいんだけど、まあ、例えば日本あの個人事業主っていう意味だと、まあ、スキルがあれば基本どこでも仕事になる、うん、例えばウェブデザイナーだとするじゃない。で別に海外に住み始めたらウェブデザインの仕事を取ることもできるし、あの面白いケースだとね、あのタトゥーとか、ね、タトゥーアーティストとかはすごくあって、はい、タトゥーは一番強い強みは日本人だと。それは僕は全然知らなかったですね。世界の超人です。入れ墨なんですよ。タトゥーの世界で日本人は世界一だ。だからタトゥーアーティストで海外に住むってなると圧倒的重要。日本人ってだけでもすごい重要。あと日本食、今、うん、世界的に日本食ブームじゃない、ラーメンブームとか来てるじゃない、うん、で飲食海外に来たら日本食美味しいとかあんまなかったりするから、うん、飲食店を経営するっていうのも一つありだと、うん、特にメキシコすごい日本食レストラン流行ってますもんね。そうね、今大ブームでね、特にアジア料理が大ブームで、今ここ5年ぐらいでラーメンはほとんどなかった、3軒しかなかったのが、この5年ぐらいで50軒ぐらい増えたので、どんどんクオリティも上がってるし、最近製麺もできたりして、ちゃんとしたラーメンが作れるようになってきたので、だから基本的に飲食経営するって日本でやると変わらないんだけど、人件費が安いんですよ。日本は1人、ね、割り1日当たるとやっぱ1万円ぐらい人件費かかってくるのが、メキシコって1000円から1500円で、一人雇えるんですね、一日、うん、だから10分の1する人件費が凄まじく安いですね。で凄まじく安いかと思いきやラーメン一杯の値段は日本より高い、1200円ぐらいする。でもちろん家賃も安いしってなってくると、でもちろん材料費も安いから、あの利益率めちゃくちゃ高いし、日本で飲食やるより発展途上国、日本食が流行ってる国で飲食やる絶対的に言う。あれもこれから伸びていってる国では熱いっていう感じですよね。そうだね、発展途上国すぎてもあかんし、うん、メキシコって一応経済としては結構でかいじゃないですか。そうだね。でありながら格差があるっていうからこそ成り立ってるところもありますよね。そうね、それがあの結構穴場だ。で、あともう一つはあのコーリビング、あ、さっき言ってましたね、うん、コーリビングに関しては、はい、例えばメキシコで言ったら、まあ、1000万あれば家買えるんですよ、うん、で5人で割ったら1人200万じゃないですか、うん、で200万って言ったら、まあ、月、まあ、8万ぐらい、8万ぐらい家賃払うとしたら2年で払えちゃうわけだよね。で家賃収入も入れるし、で必要な時は海外に住んで日本と行ったり来たりするみたいな生活もできるし、今あれですよね、Airbnb とかもあるおかげで自分たちが使うようにもできるし、折れへん時はビジネスに転換することもできるしっていう、すごい柔軟な使い方ができますよ。結構ね、結構アメリカでカリフォルニアとかで流行ったのは、はい、Airbnb で出てきて Airbnb 貸してデジタルの窓化するっていう人がめちゃくちゃ多い、うん、あ、もうアメリカではもういっぱいいるんですね。いっぱいいる、うん、そういう人多いよね。でそういう暮らしをしてるとね、結局そういう日本人いっぱい出会うよ、世界中に住んでる日本人に結構出会い始める、うん、でそれって結構親和性があるから仲良くなって、うん、じゃあ俺アムスに住んでるから今度遊びに来なよってなるじゃない。で遊びに行ったらなんかここでなんかしようと思ったり、で今度タイに行こうと思って、うん、そうするとこう世界を股にかけて旅しながら生きるみたいな可能性も出てくる。ちょっと難易度は高いですけどロマンありますよね、そっちは、うん、まあやればやれば結構普通だけど、はい、まあ、というライフスタイルがあるということで、そういう生き方もちょっと視野に入れてみてはいかがでしょうかということで、はい、次は移動型の、はい、働き方、暮らし方についてちょっと話してもらおうと思います。はい。はい、ということで、僕らの動画は、これから の, その日本の社会において、必要なライフスタイルの作り方、っていうのと、僕らの、ファイナルランド、村づくりのプロジェクトの進行の動画を、アップしてます。はい、また見てください。はい、ありがとうございます。はい。